誰も納得しないって言ってるだろ。舐めるなよ、邪竜の意を狩るスライムが。貴様ごときが魔王になれるわけがないのだ。スライムがどうとか関係ないし、ベルドラは友達だし、お前のクソつまんねえ話を聞きに来てるんじゃねえんだよ。認めろよ、お前の指示でカリュブディスを復活させたってことはフォビオって魔人が証言してくれるぜ。その映像に映っていた道化たち